じゃあ会長お願いします。はい、すみません、ありがとうございます。特にはないのですが、今朝の政権政策委員会、マスコミの方も入っていただいておりましたので、冒頭で申し上げた通りのことでございます。今日はいろいろな当面の問題についてっていうですかね、いろいろ選挙に向けて政調としてどうするか、そういうような議論をいたしました。非常に選挙に向けて前向きな話があったというふうに思っております。本日で国会は閉じるということでございまして、昨年新しい政調会が発足をし、政権政策委員会を中心に本当にいい議論ができたと思っております。この議論というのは決して無駄にならない、そのように確信をしておりますし、無駄にしてはならないことであります。私自身この政調会の活動について、あれをやればよかった、これをやればよかったことはございますが、本当に、皆さん方によく仕事をしていただいたというふうに思っております。この結果がきちんと参議院選挙で生かされるように、さらに7月11日に向けて最善の努力をしてまいりたいと思っております。以上でございます。それでは記者の皆様から質問を受けます。質問される記者の方、挙手の上、指名を受けたので記者指名を名乗ってからお願いいたします。平川クラブの記者の方からどうぞ。参議院選挙は政権選択の選挙ではございません。それは憲法上からも明らかなことでございます。これはあえて言えば中間選挙的な位置づけだというふうに私自身理解をしているところであります。そこでこれだけ民主党政権の火を鳴らしてきているわけです。民主党ではダメだということを申し上げ、自由民主党こそ政権を担当すべきだということをこれだけ言っておいて、改選第一党を目指さないということ自体は、私は目標の設定の仕方として有権者に対するメッセージ性を欠くものだと思っております。私どもとして国民の皆様方に、政権選択ではありませんが民主党か自民党かということを問いかけるという責任を我々は持っております。だとするならば、改選第一党ということを当然目指すべきである。勝敗ライン云々かんぬんとか、それは執行部の責任とかいう話と一緒にするか、おかしには議論になるのであってですね、我々として目指すべきは改選第一党だということは決して放棄をしてはならないし、そうであればこの自民党の意義は何なのだということ、私はそのように考えております。党の公式見解ではございません。よろしいでしょうか。どうぞ。すみません、毎朝それに関連してなんですけども、総裁はですね、自民党の勝敗ラインというよりかは野党として、与党過半数未満に追い込むということを挙げておられますが、政調会長の今のよりもですね、政調会長がおっしゃったのはそれよりもハードルが高いと思うんですけども、その点はいかがでしょうか。すぐですね、目標を設定してそれに届かなかったら責任はどうなんだという話になります。それは執行部全体を預かられる総裁としていろんなご配慮があってご発言されているというふうに思っておりますし、それを否定するものではありません。そのような立場にもございません。で、ただこう私はいつも思っているのですけれども、野党としてですね、過半数割に追い込むというのはそれは当然のことなのです。当然のことなのです。ただこう野党にも政策がみんな一緒であれば一つの党になればいいわけでありまして、野党も自民党から社民党、共産党までいろんな野党があるわけですよね。で、過半数に割に持っていくって、それは当然のこと、当たり前のことだ。で、しかしながら我が党としてどうなのだと言われたときに、それは比較第一党ということを申し上げているんです。過半数うぬかぬんということを私は申し上げているわけではありません。自由民主党なのか民主党なのかということのご判断を有権者に仰ぐという考え方からすれば、それは比較第一党を目指すということになるのだと思います。
で、算数として結果的にそれは過半数割れということも当然なるのでしょう。ただ過半数割れを追い込むことは当然であるけれども、自由民主党として獲得議席はともかくとしてですね、民主党を凌駕するということは有権者に対する我々の責任、そして全選挙区に候補者を立てているという、私どものそれぞれの地区に対する有権者に対する責任ということを考えましたときに、それは全員当選とかそういうことを目指すのは、それはもうもともとそうなんですよね、公認してるわけだからね。けども第一党ということはやはり私どもとして目指すべきものではないかと思っているわけでございます。で、取った議席によってそれが責任論とかなんとかいうことは選挙が終わってから考えたら良いことでございまして、今の時点で口の端に乗せるということは少なくとも党内からすべきことだとは思いません。よろしいですか。どうでしょうか。その関連して、今議席の話が出ましたが、改選第一党を目指すとすると、獲得議席としてはどのくらいを想定、今改選したんですか。それは他党がどれぐらい取るかということによりますので、これぐらいの議席ということを言ってもあまりその数字に意味はないのかというふうに思っております。菅代表が情報修正されたというようなことも新聞で拝見しておるわけでございますけれども、やはり私どもとして政権を競う党としてですね、やはり民主党と同じぐらいの数というものは想定をせねばならんのではないか。ただそれはみんなの党が何議席を取りになるか、あるいは社民、共産、立ち上がれ、改革、促進、それぞれ何議席を取りになるかによりますので、そこのところの数字を言うことにあまり意味があると私は思っておりません。クリームですか。その50代はどうなんですか。を目指すということでしょうね。目指す。ただそれが党としての獲得議席目標だということを言うべき立場に私はおりませんので、の立場にないものが数字を具体的に挙げるということは立場を超えたものだと思います。よろしいですか。はい、どうぞ。共同通信の人ですが、政治政策委員会の方で各市民とローカルマニフェストの環境がいいというお話をされていましたが、はい、具体的に例えばどこに行ったらどういう環境があったのか。それは毎週何箇所かお邪魔をいたしております。例えば先週末から今週初めにかけては青森、あるいは高知にお邪魔をいたしました。それぞれこう異曲を尽くしたというべきでしょうか、それぞれ地域に合ったそれぞれの地域の公約を出していただいております。それは来年統一地方選挙を迎えるところが多いわけでありまして、これは当然統一地方選挙に向けた我が党の公約ということにもなるわけであります。ただ地方で申し上げれば、やはり道路のミッシングリンクという言葉はなかなかこうあまりこう人口に感謝していないのですが、道路の細切れ状態といいますかね、それを解消しなければならないということ、そして個別所得保護省政策ではなくて、もっときめの細かい農業政策というものが展開できないか、特に中山間地条件不利地域、我が党は法案提出をいたしますが、そういうものに対するきめ細かい配慮、そういうものが共感を呼んでいるという感じを私は受けておるところでございます。よろしいでしょうか。ただいまからは平川クラブ加盟の記者の方以外の方も含めてご質問を。よろしいですか。はい、それでは以上をもちまして、石田政調会長の定例記者会見を行っていただきます。どうもありがとうございます。目に涙を浮かべた。